はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、妖怪をね、どんどん集めていってます。今日、入手する予定の妖怪が、ここ、ホムラテングですね。なかなかいないんだよね、ホムラテングって。まあ、とりあえず、ロードを繰り返して出てくるのを待ちましょうか。ちなみに、ホムラテングが出るのは、段々坂の月見峠。ここですね。S ランク反応があるまで、ちょっとリセマラしていきます。いた!いました、いました、いました。捕まえるのがちょっと難しいんだよね。どこだ?あー、いた。結構早いからね。あれ?どこいた?ここで逃がしたらね、元も子もないんで。で、仲間にね、なかなかね、ならないんだよな。肉、魚、野菜だったら、高いやつがあるから仲間にしやすいんですけど、ホムラテングはね、駄菓子なのよね。駄菓子なので、リンゴ飴が最大か。あ、間違えた。リンゴ飴じゃあんまりね、効果は薄いと思うんだけど、どうでしょうか。はい、一発目。まあ、倒すのは早いね。弱点ついてるので、倒すのは早いです。一回目で来るか?どう?来ないか!二回目はどうでしょうか?三回に一回ぐらい出るかな。三回に一回。まあ、そこまで悪くはない。うん、でも仲間にはならない。三回目はどうでしょうかね。海坊主は三回で行ったんだけどね。ホムラテングも三回目で来てほしい。やたらかかる時があるんだ。無理か?おお、来た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 。4回目ですね。ホムラテングは4回目で仲間になっちゃいました。ホムラテング、ホムラテング、よし。最初からレベルはいくつだ、どんぐらいでしょうかね。多分60ぐらいなのかな。あ、大事点じゃないやな。妖怪メダルか。海坊主が、おお、60ちょっとだったんで、71ですね。結構高い。うん。まあ、天狗系は、天狗のうちわを装備すると、能力が爆上がりするので、使いやすいですね。はい、ということで、今日は無事にホムラテング4回目で入手することができました。残り39体ぐらいかな。それぐらいになっております。頑張って集めていきます。それでは、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。